アパッチストラッツはアパッチソフトウェア財団のアパッチストラッツプロジェクトにて開発されているオープンソースの JavaWeb アプリケーションフレームワークである。元々はクレームマクラ・ナハンの作成したソフトウェアであり、2000年5月にアパッチソフトウェア財団に寄付された。当初はジャカルタプロジェクトに位置しており、ジャカルタストラッツと呼ばれていた。2005年にアパッチのトップレベルプロジェクトに昇格した。 アパッチトムキャットなどのサーブレットコンテナ上で動かすことができる。サーブレットと JSP による開発環境下に登場したストラッツ1は広く受け入れられ、2005年頃には JavaWeb フレームワークのデファクトスタンダードと呼ばれるほどの普及を見せていた。しかし、ソフトウェア技術の進歩とともに欠点も多く指摘されるようになり、2007年に リリースされたストラッツ2ではそれまでの仕組みを捨て WebArk2 として開発されていた別のフレームワークをベースとしたものへと置き換えられている。フレームワークにはモデルビューコントローラーアーキテクチャが適用されている。類似したフレークワークとして JSF や Spring MVC フレームワークがある。整備された JSP カスタムタグによって Java コードは JSP ファイルと分離され、 従来の JSP のように HTML タグの中にとで囲まれたスクリプトレットである Java ソースコードを混在させる必要なく読みやすく洗練されたコーディングができるようになっていた主なストラッツのタグライブラリーまたストラッツではアクションサーベレットが用意されており画面の繊維をコントロールする設定ファイルを変更するだけで容易に繊維先を変えることができる 機能を提供していた。アクションサーブレットでは画面で入力された内容を検査するバレデーターの機能が用意されており、設定ファイルを変更するだけで入力チェックの仕様を変更することが可能であった。入力チェックするデータは一旦アクションフォームと呼ばれるビーンズに格納された。最終リリースは2008年10月4日の1.310で2013年4月5日に サポート終了を迎えた。2014年現在でも多くのサイトがストラッツ1を使用しているが、同年4月には深刻な脆弱性も発見されている。Web アークも参照ストラッツ2では、ストラッツ1と比べて、下記のような改善がなされている。また、オグンルと呼ばれる、指揮言語が搭載されており、これにより動的なパラメータを扱うことを可能としている。一方、この機能では、 たびたび深刻なセキュリティホールが発見されており、利便性の反面セキュリティ面の脆弱さも指摘されているストラッツ2の多数のセキュリティホールが攻撃対象になり多数の被害を出しているスーパーアジャイルストラッツシーサープロジェクトが公開しているストラッツ1と独自の DI コンテナであるシーサー2をベースにより素早い開発を行うことを目指したフレームワーク。 テレスロナサーバーフランワークフォージャバ NTT データが公開しているストラッツ1とスプリング i b ベ t i s をベースに独自の拡張を行ったサーバーサイドフレームワークストラッツはよくドキュメント化され成熟し普及したフロントエンドのフレームワークであるが軽量フレームワークとして分類されるスプリング MVC ストライプスアパッチウィケットプレイフレームワーク アパッチタペストリーといったものがある。ストラッツからスピンオフした Web ワークフレームワークは、ストラッツオリジナルと同じアーキテクチャを保持した上での強化と宣伝を目的としていたが、ストラッツと Web ワークは再びマージされ、ストラッツにとしてリリースされた。その他の Java ベースの MVC フレームワークとして、WebObjects ブブや g r イル l s もある。ありがとうございます。